これは何かの燻製か？オオスナムシの幼虫の丸焼きだ。マルティラの名物料理だよ。中身の風味を逃がさないよう丸ごと火にかけるんだ。中身って何よ。不思議な食感だが味はいいな。うん、うまし。え、筋じゃなくてか。ほら、どうした？冷めないうちに食べた方がいい。いただきます。そんな笑顔で行くか、お前。いい食べっぷりだ。さすがは候補者殿。いかがだったかな。たまに中身が動くこともあるが、害はない。町一番の珍味、オオスナムシの幼虫の内臓だ。丸焼きと違って甘菓子のような味が楽しめるぞ。オオスナムシを避けて根城に行く方法、我らも知恵を絞ろう。さあ、遠慮なく召し上がっていただきたい。さっきとは全く違う、芳醇な果実のような、これまたうまし。あんたさては旅暮らしで下手者食い慣れてるだろ。